さんこんにちは。今回は S 線 RR に乗り始めて1年経ちましたということで、まあ、まだ5000キロちょっとしか走れてないんですけど、まあ、簡単に素人なりの感想を話していきたいと思います。まず維持費に関しましては、メンテナンスは国産に比べるとやっぱり高いです。点検出してきたんですけど、明細見ると技術料っていう項目があるんですね。要するに工賃なんですけど、まあ、それがやっぱり国産に比べて大変高いと。お店に出す点検に関してはもう国産車に比べ物にならないほど金額は高いです。なので維持の仕方としておすすめなのは、オイルとかに関してはもう自分でやることですね。2つ目、乗りやすさですね。S 線 RR は、まあ、このいわゆる旧型と2019年に出た新型両方言えることなんですけど、初心者でも乗って大丈夫なバイクだと僕は思ってます。初めて買うバイクが S 線 RR でも全然いいと思います。結局その論点として危ないか危なくないかっていう風に考える人結構多いと思うんですけど、それ結局自分がスピード出すか出さないかだけの話だと思うんで、まあ、それはどんなバイク乗っても変わんないと思います。だから逆に1台目に買うバイクがもうどんなバイクであっても僕は全然いいと思ってます。4気筒だからっていうのもあるかもしれないんですけど、街乗りが本当に楽ですね。僕が去年乗ってたKTM RC8 に関しては街乗りはかなりしんどかったです。同じリッターバイクなんですけど、もう街乗りのしやすさに関しては S 線 RR がもう僕は感動するレベルで走りやすい。あと1個ちょっとデメリットというか気になるのが、4000回転での振動ですね。もうこれはもう S 線のオーナーさんみんなが言ってることだと思うんですけど、手がかなりしびれます。今も結構ビリビリ来てるんですけど、これはちょっともう対策のしようがないようですね。この振動はね、長距離ツーリングにはもう圧倒的に向いてないですね。往復2、300キロとかだったら我慢できるかもしれないです。乗りやすさの部分で言うと、あとなんだろう、まあ、僕はちょっとイレギュラーなんですけど、シートをコンフォートシートって言って850ミリになるような結構肉厚なシートに変えてるんですね。もうそのシートがふっかふかなんでお尻が痛くなったことが一度もないです。これは本当に東北ツーリング行った時もそうですけど、一切お尻痛くならないです。逆に純正シートだと試乗車でしか僕分かんなかったんですけど、お尻しびれますね。振動がやっぱり来るんでお尻痛くなるし、ビリビリするし、ちょっと僕に純正シートは合いませんでした。だから膝が窮屈だとか、ちょっとふかふかのシートがいいなとか、よりスポーツの姿勢を求めるのであればコンフォートシートって買うのをおすすめします。もうこれはバイクのカスタム品で今までで一番買ってよかったものですね。まあ次は燃費に関しては、もう僕バイクは基本燃費気にしてないんですけど、今メーターに出てるのは17って書いてあるんですけど、まあ、大体16前後が燃費になってます。用途としては街乗りが結構多いです。ハイオクなんでレギュラー車に比べるとお金はかかりますか、まあ、バイクなんで気にしないでいいと僕は思ってます。次、今こうやって高速走行してると思うんですけど、風はやっぱり楽な方だと思います。まあ、気持ちもちょっとスクリーンここを高くしたいなと思う時はあるんですけど、まあ普通に乗ってる分にはもう何も問題ないですね。今日とか風が結構強いんですけど、割と楽に走れてます。あとはステップは、まあ、僕は純正のステップずっとそのままなんですけど、まあ、割とバックステップっていうほどじゃないですけど、本当にバックステップを入れてるかのような高さです。あとなんかあるかな、みんなが気になりそうなこと。でも結局バイク乗る上で皆さんが気になることって、まあ、乗りやすいか、まあ、乗りやすさっていうのはまあ自分に合うか合わないかと、まあ、あと金銭的な部分だと思うんですけど、もちろん長く維持するだったらね結構高くなると思うんですけど、僕はまだ1年目なんでそんなクリティカルな修理とかしてませんし、今のところまあ
RC8 より全然お金かかってなくて良かったなと思いますね。なんか冷却水が漏れたりオイルが漏れたりとか途中でエンジンがかからなくなったとかも一切ありませんし、もう全然楽、本当に本当に買って良かったと思ってます。乗りやすさの部分は人の体型とかいろいろあると思うんで何とも言えないんですけど、 BM に関しては1、2時間試乗は余裕でさせてくれるので、本当に免許ある方はすぐ試乗行った方がいいかもしれないです。もうそれが一番早いですね。もういろいろわかると思います。今ポジティブなことしか言ってないですけど、逆にネガティブな部分があまり思いつかないというか、なんかね、いいことばっかり言う動画あんま好きじゃないんで、悪い部分も探したいんですけど、ないな、なんだろうな。あーでもあれかな、盗難は結構ビビってますね。だからもう盗まれるときは盗まれるとは思うんですけど、ちょっと、怖いなっていうのはありますね。まあ、あと僕は感じてないんですけど、いろんな方のインプレッションを見ると、このフレームに足が当たってかなり熱いらしいです。 あともう一個あると、この純正のクラッチレバーとブレーキレバーなんですけど、日本人の手に合ってないというか、めっちゃ遠いんですよね。これ本当に遠いんですよ。ブレーキレバーは調整できるんで全然いいんですけど、クラッチは僕が結構手がでかい方ではあるんですけど、それでも若干遠いなとは思います。といってもなんだかんだでクイックシフトあるし、クラッチほとんど使わないんで、まあそのままですね。あえて言うならその点ぐらいでしょうか。あとは自分が乗っててこういう部分が面白いなっていうのがあって、このメーターにバンク角が出るんですよ。自分がどのぐらいの角度が怖いとか、この角度までならまあいけるなっていうのが数字でわかるんで、まあ、それが結構目安になって面白いですね。あとはトラコンの介入度と ABS の介入度か、それもグラフで出るんで、どのぐらいのブレーキをかけたら ABS が作動するんだなとか、わかるようになります。ただですね、こういう機能があるバイクに長年乗ると、おそらくまだ次のバイクとか僕全然考えてないんですけど、まあ、次のバイクもこういう機能がないと嫌だなって思いますね。なので結論、同じ BMW に乗り換えるって可能性は今のところかなりでかいですね。だからクイックシフターついてないバイクとかもう多分乗れないわけじゃないんですけど、あまり乗りたくないっていうのが正直なところかな。エッセン乗りやすくて面白いと思います。部品も多いですし、高速道路も楽ちんだし、もう文句なしですね。でもただ高速の巡航に関してはもう快適な方であると思うんですが、前の RC8 の方がめちゃめちゃ楽でしたね。九州行くってなったら僕エッセンより RC8 の方が全然いいと思いますね。 RC8 2気筒なのに高速巡航全然振動ないんですよ。だからエッセンでもいつかはね、九州行きたいなと思うんですけど、1日1000キロ以上は走ってないからな、このバイクで。全然予測がつかない。話の順序はめちゃめちゃなんですけど、一旦もう1年乗った所感としてはこういう感じですね。まあ、総合して僕はすごい好きなバイクというか乗りやすいです。僕みたいな下手くそな人間でもすぐ乗れるバイクっていう意味ですね。電子制御てんこ盛りなんで、自分の実力で乗ってるわけではないと思うんですけど、本当に皆さんにお勧めできるバイクだと思います。なんか気になることがあったらコメント欄に書いていただけますと嬉しいです。僕が答えられるものであればお答えします。ではありがとうございました。